じゃんということでこちらです。ということでじゃんやってきました。サワリーカップ、こんにちは、ノブです。ノブ沖縄情報チャンネル始まります。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報、最新情報、お得情報をお届けさせていただいてます。もしよかったら最初にチャンネル登録、横にあるベルボタンを押していただければ通知が届きますので、ぜひよろしくお願いします。ということで本日はですね、こちらに来てます。お昼ご飯に行ってみたいと思いますが、こちらです。でちょっと鬱蒼とした場所、わかりますかね。わかるかな。沖縄県民の方だったらわかると思います。こちら沖縄県北中城村にあるイオンモールライカムになってます。イオンモールライカムのですね、こちらの右側にある新しくできたステーキハウス88ジュニアさんプラスっていうプラスがついているお店、こちらの方に行ってみたいと思います。じゃんということでこちらです。実はオープン日に来て行列でやめたんですけれど、さすがにオープン時間前なんですけど、さすがに並んでないですね。それじゃオープンしたら入りに行きたいと思います。ということで11時になりました。開いてんのかな、看板まだ中にあります。とりあえず入ってみましょう。行ってみましょう。よいしょ、入ってるかな、行けるのかな。ということでお店の中入りました。そしてこちらメニューになるんですけれど、ちょっと QR コード半分消そうかな。お店の方お水とか持っていただいたんですが、こちらの QR コードを使ってメニューで注文できるのでっていうことで、なんか浦添市にある88ステーキジュニア、あれハンバーグが結構メインになっているこちらの方なんですけど、こちらの方だとスマホでも注文できるって言ってましたけど、あまりまで押してなかったんですけど、今回はめっちゃ押してましたね。ということでできるらしいので、それで行きたいと思います。そしてこの辺はステーキメニューでーす。基本的には僕はこれをいただこうかと思ってるんですが、ジュニアステーキですね。 200g 1000円ということで、税込み1100円のこちら、こういうのがあります。そしてハンバーグステーキ、あ、これレアハンバーグステーキって、この前行ったところのやるやつもできてるんだ。まあ、その辺がプラスっていうところなんですかね。実はですね、こちらの店88ジュニアプラスってプラスがついてるんですけど、プラスっていうお店は初出店なんですけど、何がプラスなんだろうと思ってましたが、その辺がプラスなのかなと思います。これにしようかな。こちらの方注文します。ということでこれでいきましょう。ということでこちらはさっき QR コードを読み取ったらこちらなんですが、注文を始めるということで、これできましたが画像が出てこない。こんな感じですね。ジュニアステーキ 200g、 画像映ってませんが、こちらでいきたいと思います。それではこちら1個ですね。焼き方も選べます。ミディアムレア、ドリンクバーはいりません。これではドリンクバーなし。こちらカートに追加してこれでいいのかな。やっぱり全然人呼んだ方が早いですね。ガラガラだから人呼べるんだけど。それではこちら注文確定で、注文確定、注文は完了しました。ということで注文履歴で表示されてれば大丈夫だと思います。ということでちゃんと表示されてます。これ大丈夫でしょう。それではサラダバーとかでちょっとゆっくりしたいと思います。そしてこちら88はこんな感じですね。サラダバーがあって、スープもあります。マッシュルームと日替わりスープです。手袋つけていただきます。こちらが日替わりスープです。こんな感じですね。日替わりは牛そぼろスープだそうです。こちらいただきます。サラダはこちらね、普通にキャベツ、コールスローとわかめとコーンって感じですね。それでは取っていきます。よいしょ。これがおかわりし放題でーす。ちょっとこのテールスープだったかな。こちら牛そぼろスープです。こちらいただきます。それではそぼろスープいただきます。この前多分88のハンバーグ屋さん行った時と同じ味な気がします。多分同じ種類ですね。でも美味しいです。でこの辺ちょっと紹介しておきましょうか。多分前回ハンバーグ屋さんで間違えた、これが88ステーキのオリジナルのソースですね。そしてこっちが前一瞬オリジナルかと思ったんですけど、ハンバーガーステーキっていうのもあります。これあんまり見たことないんですけどね。沖縄といえばこっちの A1 ソースですよね。 A1 ソースもあります。こういった感じです。あと塩コショウと、これはなんだ、あ、ガーリックですね。ガーリックとわさびもあります。それではこの辺いただきながらしばし待機します。ちなみに店内の雰囲気はこんな感じです。食含めてですね、今3組ぐらいの方のお客さんがいますが、この辺りのお客さんいらっしゃらんと撮ってます。
ということで、じゃん、やってきました。ジュニアステーキ 200g 税込み1100円でございます。ミディアムレアで頼みました。結構いい感じですね。ちょっとこれマイク外して音取りましょうか。ジュージュー言っておりますが、いかがでしょうか。僕の声入ってるか。こんな感じで。前も思いましたけど、ステーキハウス88さんはソース用の小皿みたいなのがないんですよね。なんか個人的にはやっぱりステーキはあるんで、そんな感じで欲しい気がしますが、とりあえずこれをぶっかけてみましょう。オリジナルソースかけまーす。しょー、めっちゃ跳ねる。ジュー、それではこちら、あれついてるかな、まだ切れてなかった。それではこちらいただいていきたいと思います。なかなかいい感じですね。美味しそうです。いただきまーす。それではいただきまーす。結構赤身で、やっぱりでもそれなりに柔らかくてなかなか美味しいですね。もう一切れいってみましょう。この体勢のままこちらでー。それではもう一切れいただきまーす。しっかり噛み応えがあって、僕はこっちの方がめっちゃ柔らかいよ。僕こっち好みです。美味しいです。それではまだまだあります。こちらのご飯もサラダもまだまだあります。それではいただいていきます。ちょっとサラダスープをお代わりいただいてきました。スープはですね、こちらもう一個あったマッシュルームスープですね。沖縄のステーキハウスといえば定番の、まあハンバーグ屋さんの時もご紹介したと思いますが、マッシュルームスープです。こちらちょっといただきます。マッシュルームスープいただきます。熱いでも美味しい。美味しいです。もうジュージュー言ってないですが、まだお肉も残ってるのでいただきたいと思います。ということで、お肉最後の一切れになりました。それでは最後の一切れいただきたいと思います。いただきます。それではいただきます。いい感じで美味しいです。ということでごちそうさまです。完食でございます。いただいたライスもスープもサラダも完食です。それではセルフレジです。これだったかな。それでは帰りまーす。ということでごちそうさまでした。美味しかったです。ということでステーキハウス88ジュニアプラスさん、美味しくいただきました。いただいたのはジュニアステーキ 200g ですね。ステーキやっぱ 200g あると個人的には十分なんですけどね。150、200、300があったのが、すいません、ちょっとはっきりとグラム数覚えてませんが、小さいサイズだと1000円以下でも食べれるの、なかなか手頃だと思います。こういった1000円ステーキ比べると、沖縄だとやっぱりステーキさんとかになるんですけど、やっぱりステーキも美味しいんですけど、この88ジュニアもなかなか美味しいですね。実はですね、88ジュニアの1000円ステーキ食べるの初めてだったんですけど、なかなかいい感じで食べ応えあるんですけど、柔らかい、なんかちょっと不思議な感じですけど、なかなか美味しかったです。いいと思います。そしてこちらのプラスですね、プラス結構ハンバーグ、多分ジュニアの普通の方もあるとは思うんですけど、レアハンバーグステーキかな。そちらの方はですね、ちょっと概要欄に URL 貼っておきますけど、浦添市にあるバークレーズコートにできたハンバーグステーキ88ジュニア、ちょっと正式名称間違ってる気がしますが、そちらの方でいただいたので、そちらもなかなか美味しかったです。ぜひそちらの動画も見て、こちらでレアステーキ、レアハンバーグステーキか、こちらの方を食べられる方、ぜひ参考にしてみてください。ということで全然関係ありませんが、こちらのパノラマビューのすぐそばになります。ということで、こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報を配信させていただいてます。この動画が役に立ったなと思っていただいたら高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは本日は最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。さあリクラップ、バイバーイ。